2023年オフに開催された第2回現役ドラフト。2022年の現役ドラフトでは、大竹耕太郎、細川成也といった選手が新天地に移籍し、大ブレイクを果たしました。第2の大竹、細川になる選手は現れるのでしょうか。今回は現役ドラフトで2024年期待できる選手をご紹介していきたいと思います。馬場康介。馬場は2017年2球団による競合でドラフト1位として阪神に入団。最速155キロのストレートに加え6種類の変化球を投げ、在籍した仙台大学の監督は、一つの球種をそれぞれ2通りに使い分けられるので、ストレートと変化球で事実上14種の球種を持っていると評価していました。こんな馬場は1年目の2018年は先発として2試合に登板しましたが、2019年以降は中継ぎに転向しています。2020年には32試合で2勝1敗9ホールド、防御率 2.08 とブレイクし、藤川球児の不調や岩崎優の故障離脱があった7月半ばには、一時的に勝ちパターンとしても起用されました。2021年は44試合と登板試合を増やし、防御率は 3.80 だったものの、3勝10ホールドを記録しています。2022年は7試合、2023年は19試合と出場試合を減らしてしまい、現役ドラフトで巨人へ移籍しました。馬場の2023年の防御率は 2.45 だったものの、中継ぎ登板した18試合に限れば、防御率は1点台で14試合を無失点で抑えています。時折制球を乱すことを改善できれば、巨人の勝ちパターンの一角として活躍できるかもしれません。馬場自身でも、現役ドラフトで読売ジャイアンツに移籍することになり、自分にとってもすごくチャンスだと思うので、今は気持ちを切り替えて、しっかりと新天地のジャイアンツでチームに貢献していきたいという思いですと、移籍を前向きに捉えています。梅野優吾。梅野は2016年、高卒ながらドラフト3位でヤクルトへ入団。2年目の2018年に29試合に投げると、2019年に大ブレイクを見せました。2019年の梅野は68試合で2勝3敗28ホールド4セーブ、防御率 3.72 とフル回転。2020年は42試合で5勝2敗12ホールド防御率 3.61。2022年は41試合で4勝3敗16ホールド防御率 3.00 とチームの優勝に貢献しました。しかし、2023年は投球フォームに苦しみ、登板はわずか5試合。契約更改では、もう一度50試合以上投げてチームにしっかり貢献できるようにと目標を掲げました。しかし、その翌日に現役ドラフトで中日へ移籍。ヤクルトファンからは、梅野は将来のセットアッパーかストッパー候補だったのに、まだまだ若手だし、うちでの活躍の可能性も十分あるだけに、この放出は結構衝撃とショックを受けたというコメントが聞かれました。24歳ながら1軍で通算216試合に登板している梅野に、中日の球団代表も競争してポジションを勝ち取ってくれると期待していますと話しています。梅野がもう一度輝ければ中日や細川成也に続き2年連続で現役ドラフト大成功と言えるでしょう。佐々木千早。佐々木は2016年、5球団競合によるドラフト1位でロッテに入団しました。数年間は肩や肘の故障に悩まされながらも、実力を発揮したのは2021年。この年、佐々木は肩への負担を減らす脱力投法を習得し、ストレートのキレが増し、カーブのような独特の遅いスライダーで、奥行きを使って投球することができるようになりました。すると4月にプロ初ホールド、プロ初セーブを記録し、勝ちパターンにも定着。前半戦だけで31試合に登板し、防御率 1.06 を記録すると、オールスターにも選出されます。最終的に54試合で8勝1敗26ホールド1セーブ、防御率 1.26 と大車輪の活躍を見せ、チームのクライマックスシリーズ進出に大きく貢献しました。しかし、2022年は23試合で防御率 6.39 と安定感を欠き、2023年は2
1試合の登板にとどまります。そして現役ドラフトの対象となり横浜 DeNA に移籍。佐々木の移籍は大きな話題となり、ロッテファンからは今季は復活気配だったのに千早がいなくなるのは寂しいと放出を残念がる声が聞かれます。ロッテの元スカウトの徳津貴博は、佐々木の2023年の一軍登板は2試合のみでしたが、環境を変えればまだまだ十分に戦力になるはずです。制球力を兼ね備えた右腕はロッテ時代のようにブルペン要員として計算が立つと思いますとコメント。佐々木は新天地でもう一度輝くことができるのでしょうか。漆原大成。漆原は2018年育成ドラフト1位でオリックスへ入団。1年目の2019年は支配下登録とはなりませんでしたが、2軍で23セーブを挙げ、ウエスタンリーグのセーブ王に輝くなど高いポテンシャルを見せました。すると2020年開幕前に支配下登録され、22試合で5ホールド2セーブ、防御率 3.42 を記録しました。2021年には34試合と登板数を伸ばし、防御率も 3.03 と改善。しかし2022年に下半身からの連動を投球に伝えることがうまく再現できなかったと本人が話す不調に陥り、一軍登板なしに終わると2023年も16試合登板に終わります。そして現役ドラフトで阪神に移籍。現役ドラフトでの移籍ですが、セリーグ他球団は漆原は投手層が厚いオリックスで通算72試合に登板、防御率 3.14 をマークしている、リーグ屈指の投手陣を擁する阪神ではアピールが不可欠ですが、漆原は今回の指名選手の中でも実績や実力は上位と警戒しています。また漆原の魅力は奪三振能力の高さです。 K% という打席のうち奪三試合の割合を示す指標では2020年に 29.4% を記録しており、これは両リーグの20イニング以上投げた投手で8位の成績でした。 K% が大きいほど三振を多く奪う投球をしていることになり、 K% が高い投手ほど守備に依存せず安定した成績が残せると言われます。一方で課題は被打率と予四死球率。2023年は21イニングで23本のヒットと敬遠を除いて15個の四死球を与えています。いかにランナーを貯めず持ち味の奪三振能力を生かして安定できるかで、漆原の2024年以降の活躍が決まるかもしれません。鈴木博。鈴木は2017年中日にドラフト1位で入団。1年目の2018年からチーム最多の53試合に登板し、4勝6敗12ホールド4セーブ、防御率 4.41 と結果を残します。2019年は抑えに指名され14セーブを挙げますが、防御率4点台と不安定で、6月には抑えを剥奪され25試合の登板にとどまりました。その後はサイドスローに挑戦、先発転向などしましたが成績は低迷。2023年も9試合で1勝2敗1ホールド、防御率 4.07、 そして現役ドラフトでオリックスへ移籍しました。思うような結果を出せない鈴木ですが、ある野球関係者は150キロ前後のストレートと140キロ近いスピードで鋭く変化するカットボールは威力十分、このボールをしっかり操ることができるようになれば十分に一軍の戦力となる可能性は高いと分析。さらに移籍先のオリックスは先発では山本由伸、山崎福也、 B リーグも近藤大輔、黒木裕太、吉田亮、漆原がチームを去るだけにチャンスは十分にあるはずだと続けました。先発や中継ぎとして経験十分の鈴木、きっかけさえつかめばオリックスで大化けするかもしれません。愛斗。愛斗は2015年ドラフト4位で西武に入団。入団から5年間は1軍出場60試合で10安打と結果を残せませんでしたが、2021年に愛斗は飛躍します。この年2軍打撃コーチに就任した高山久志の助言を素直に受け入れ、本人の意識ではバットを振らないという新たな打撃フォームを確立しました。
余計な力みがなくなった愛との打力は首脳陣の目にも留まり、97試合で打率2割1分9厘、8本塁打を記録します。2022年は121試合で打率2割4分3厘、9本塁打の成績を残しました。2023年は73試合で打率2割1分4厘、4本塁打と打撃成績は落としたものの、高い守備力を買われ、西武の外野手としては最も多くスタメン起用されています。ところが現役ドラフトでロッテに移籍となり、これには西武ファンも、愛斗がロッテとはびっくり、外野薄いのに愛斗放出はビビるといった声も聞かれました。愛斗が出た理由は、2023年の成績が直近2年より低下したこと、通算打率2割2分と確実性に欠けたこと、蛭間拓哉など若手外野手の育成に力を入れることに球団の考えがシフトしたことが言われています。一方、移籍先のロッテは岡大海、藤原恭太が100試合以上に出場したものの、規定打席に到達した外野手はゼロ。愛斗が持ち味であるパンチ力と高い守備力をアピールしながら、確実性も向上すれば一気にレギュラー獲得ということも十分考えられます。以上、現役ドラフトで2024年期待できる選手をご紹介してきました。2023年は大竹、細川のように活躍した選手がいた一方、現役ドラフトで移籍した半数の選手が戦力外通告を受けました。飛躍のきっかけになる一方で、戦力外一歩手前という過酷な現実に向き合わないといけない現役ドラフト。新天地で一花咲かせられる選手が多く出ることに期待してやみません。それではまた次の動画でお会いしましょう。